先月の西日本豪雨を受けて、東京都は自治体を集めた臨時の会議を開いて、水害を減らすため住民への的確な情報発信を進めることを確認しました。豪雨一つ取りましても、東京でいつ発生してもおかしくない防災・減災、この方法について、その情報の共有、対策の共有を進めさせていただきたい。昨日都庁で開かれた会議では、北区で荒川の堤防が決壊した場合、2週間以上水が引かなかったり、地下鉄17路線100駅の浸水被害が想定されると国土交通省の職員が説明しました。小池知事は、災害での行動を時間軸に沿って整理したタイムラインの活用を進めるなど、住民の水害に対する意識も高めていかなくてはならないと述べました。